ニュース&バーウィッチオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。葵です。あやかです。イエーイ。今日は能代駅前白神カフェ&ギャラリーに来てみました。ここはカフェですね。では早速行ってみたいと思います。私は大人の氷、コーヒーミルクにしようかな。あやかちゃんは？そうね、私は初恋の氷、レモンミルクにしようかしら。はい、まず、そうですね。これすっごい美味しそうだね。なんかちっちゃくて、可愛くて、おしゃれだね。いただきます。うん、甘酸っぱい。まさに、ファーストラバー、初恋の味ね。私の初恋はいつだったかしら。昔すぎて忘れたわ。昨日のことだって忘れるのに。まあ、大人のコーヒーミルクでも食べるか。うん、ほろ苦い大人の味がする。時の流れって早いわよね。今話してることも10秒後には過去になる。それが時間。うまかったな。ではごちそうさまでした。うまかった。おいしかった。本当にうまかったな。私が食べたかき氷の中で一番おいしかったです。なんか手作りで作ってるらしくて、氷にも全部味付いてたので、皆さんぜひ来てみてください。このお店の方は山岳ガイドもしているようです。興味のある方はぜひ来てみてください。今日の動画は能代駅前にある白神カフェ&ギャラリーに来てみたでした。チャンネル登録お願いします。またね。葵さん今日バブ持ってきたから